注目の1番人気、5番ライフシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。現役最強の実力を見せつけて春の盾を手にしてほしいですね。無二一条の盾をかけた熱き戦い、最長距離 G1 天皇賞春。3番人気はこの子です。ジンボリルドルフ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、メジロマックイーン。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、二冠馬娘ライスシャワー1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番ライスシャワー、名勝怒涛。さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はライスシャワー、少し後ろから名勝怒涛、その内並んでスーパークリーク、メジロマックイーン。並んできた外17番、少し離れてスペシャルウィーク、さらに外ペイエムオペラ王、ジンボリルドルフ。並んできた8番、並んでくる少し後ろからエイシングフラッシュ、すぐに続いて9番7番、並びかけてきた差がなく15番、少し離れて12番、さらに内から6番、後方2番手に10番、1番最後方だ。ライスシャワー落ち着かない様子、ちょっと前に出ましたね。第4コーナーカーブ4番、快調に飛ばして行きます。前から大きく開きました。縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返って行きます。先頭4番、レースは淀みなく進んでいます。1個目のホームストレッチです。続いてライスシャワー、後ろメジロマックイーン、名勝怒涛。4番手、1馬身差スーパークリーク。17番、並んできたその後ろスペシャルウィーク、大きく離れて7番、すぐに続いてジンボリルドルフ。2馬身3馬身開いて15番、内には9番、少し離れて6番、12番、並んできた内8番、外目をついてエイシングフラッシュ、さらに外1番、少し離れてペイエムオペラ王10番、最後方からのレースになりました。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。4番まだリードをキープしています。続きましたライスシャワー、メジロマックイーン追走。4番手に名勝怒涛、その後綺麗な月、わあ、ように17番、内でスペシャルウィーク、外目をついてジンボリルドルフ。7番、続いている、少し後ろから9番、あとは6番、その外並んで15番、2馬身3馬身開いて8番、それを見るように12番、2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はメジロマックイーン、1馬身差4番、3番手に名勝怒涛、4番手にはライスシャワー、外には17番、それを見るようにスーパークリーク、さらにはジンボリルドルフ、それを見るようにスペシャルウィーク、その外並んで7番、少し離れて6番、残り 1000m 通過、外を回ります。9番、15番、並びかけてきた2馬身3馬身開いてテイエムオペラ王、その内並んでエイシングフラッシュ、2馬身3馬身開いて8番、1馬身差1番、それを見るように10番、最後方12番、ライスシャワー。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーか、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。栄光まで400、最後のコーナー、先陣を切ったのはライスシャワー、メジロマックイーン追いすがる、テイエムオペラを追走。ライスシャワー先頭は、ライスシャワーこれは強い、200を通過、これは強い、先頭はライスシャワー、変わらないライスシャワー、足の衰え強さを見せつけてライスシャワー、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはライスシャワー、現役最強の名を見事勝ち取った。2着にはメジロマックイーン、3着シンボリルドルフ。勝利のご褒美は首筋に。